着物でこんなこと。天高くこんなこともあんなことも楽しい季節。今回はニューヨークワイナリー巡り。マンハッタンから東へ東へ、通称ロングアイランドハイウェイを1時間40分ぐらい走ると、あたりの景色はこんな感じ。途中このエリアで一番大きいファームスタンドに立ち寄りました。ハロウィン用のパンプキン、このまま飾ったり、中をくり抜いてジャックオランタンにしたり、一口にパンプキンといってもいろんな種類がありますね。とかぼちゃに見とれていると、そこへ着物の写真撮らせてと女性カメラマン登場。地元の大きな新聞社に勤めるバーバラさん、何でも昨日たまたまオフィスの百科事典で着物の絵を見た、そうしたら今日は本物が目の前に現れたと話しかけてくれました。よろしいですか。しかもこの方が昔飼っていた猫の名前がさくらちゃん。これも何かの縁ですね。ご縁といえばこの方も。ワインテイスティング弱い、急に私、日本で私がキャスターを務めていたニュース番組を見てくださっていたということが判明して、もうびっくり。そんなこともあるんですねなんて話しているうちに、窓の外にはぶどう畑が。ニューヨーク州の中にいくつか産地がありますが、ここニューヨーク州ロングアイランドには30ぐらいのワイナリーがあります。あー気持ちいい。なんかすでにワインの匂いがしている。本日のワインツアー、いきなり中井さんの一押し、毎年人気投票でも上位入賞しているザ・レンツビニヤード。こういうメニューがあって、何種類に試飲するか、赤か白か両方か、どのランクを試すかなどによって値段が違うので自分で選びます。そのセットを一人で飲んでも何人でシェアしてもいいですよ。また2の方ならピンポイントでこれを飲んでみたいと別にオーダーすることもできます。これは中井さんおすすめ、ピノノワールから作ったロゼ、目にも美しく軽い飲み心地。日本から訪ねていた私の姉も幸せそう。なんだか遠くへ来たような気分。なんて浸る間もなく本日のテイスティング2軒目、オスプレイズドミニオンビニヤード。鳥の絵描いてますでしょ。これがオスプレイですね。そう、あのオスプレイです。私はこれを買ってしまいました。いいんじゃないの。ナツメグとか入っていて、シナモンでしょ。ちょっとね、シナモンとかね、なんかホリデー気分のスパイスが効いたワイン、温めて飲むんですよ。少し甘くて冷えてくる季節に合いますよ。お気に入りのチーズやハムを持ってここでワインを買ってピクニックもできますよ。本日3軒目のテイスティング、 The Old Field Vineyard。実はこのワイナリー、日本ともとても深い縁があるんです。このラベルを見てください。黒船の絵と、そしてペリーと書いてあります。黒船に乗って鎖国中だった日本に開国を迫ったあのペリー総督の子孫がやっているワイナリーなんです。どこのワイナリーでもテイスティングで気に入ったものがあれば、1本でもあるいはケースでも買って帰ることができます。免税は 3分までですよね。3分までですけども、持って入るときに申告すればものすごい安いチャージで入れるんです。そんな運百円って感じ。あ、そんなもんですか。1本運百円じゃなくて全体で運百円。あ、本当。テイスティングは続いてます。一番最初のお店での、メロン、私たちがよく知ってるメロンの味だったんですけども、あ、でそれはあのチーズにとっても合うですね。あのチーズでとっても合いそうな味だったんですけど、ここのメロンはそうじゃなくて、ちょっと自分たちがまだ経験したことないようなメロンなんですけども、でもそれはそれでとっても美味しかった。どうですか。チーズです。チーズが欲しくなる味。さっきのとどうですか、これと。ですね、こっちの方がね、あの清々しい味のメルローだね。こちらニューヨーク2でワイン2、東京から参加の相葉さんご夫妻、
このツアーで初めてお目にかかりました。1軒目の私たち、そして3軒目の私たち、ね、このワインツアー味はほとんど分かんなくなってきちゃったけど、なんか幸せ感だけ味わって30軒全部あってもいいぐらい柔らかい、あ、ごめんいつ来るかなフェルメンテーションが美味しいし、柔らかいし、柔らかい、はい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 何時ですか君たち、あ、そういや、はい、じゃあ急いで行ってください、ね、はいはい、急いでる急いでる、うん、頑張る頑張る、あー鳥が走ってもおかしい私になってきちゃった。景色はウォーターフロントっぽくなってきましたね。ロングアイランドのほとんど東の端っこにありますグリーンポートという小さな町、漁港とアーティストの町、なんか可愛いですよね。こんな景色を見ながらシーフードが美味しいと評判のレストランでランチです。さあ本日のワインテイスティング、最後はスパークリングポイント。こちらまたモダンなイメージ、スパークリングワインに力を入れているワイナリーだそうです。美味しい、綺麗、秋の日のぶどう畑と着物はなぜかよく似合う。袖触れ合ってワインが連れてきてくれた素敵なご縁、ほろ酔い加減の一期一会はいや最高でありました。